どうも皆さん、芸人小屋健太でございます。僕はですね、こうして徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、マネージャーさん、はい、今日の企画は一体何ですか？今日の企画はですね、徳島県の出身芸能人。徳島県の出身芸能人、はい、僕いろいろ見てたんですよ。はいはいはい、はい、例えば相川翔さん。あ、相川翔さんね。なんか僕、はい、鹿児島かなと思ってたんですけど。あ、そうそうそう、あれ諸説あるんですけど。そうですよね。相川翔さんは実はもう生まれたまま徳島で、はい、すぐ鹿児島に行ったみたいな説があったりとか。そういう場合って出身は徳島県になるんですかね。そうなんですね、まあ、生まれた場所というくくりで言えばそうなんかなという。はいはいはい、うん、ありますね、いろいろね。まあ、そんなこんなで僕、うん、ウィキペディアを見てたんですよ。はい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 、徳島県出身の芸能人ってどれぐらいいるのかなと思って。ほう、この人も徳島出身なんだっていうことを。ああ、マジでみたいな。こう言ったんですよ。はい。なるほど、なるほど。まあ、なんで、うん、今回は小屋さんに、はい、この徳島県出身の芸能人を答えていただきたいんですが、うん、ただ小屋さんもね、そんなに言って、どうせ知らないでしょ。どうせってどういうことなの？いやいや。どうせって、ちょっと、この分け方が足らなくもっと賢みられない。もう YouTube とかでも、お笑いとかしか見てない。別にいいやないか。知ってるんですから。別にいいやないですか。アーティストとか知らないでしょ。いや、まあでも確かに、まあ全員はもちろんのこと把握できてないですね。はい、限られたエリアしか分からんかも。そうですよね。うん、ということで、小屋さんに、はいはい、今日は、うん、この徳島県出身の芸能人を答えるっていう要素と、うん、暗記要素を入れていただいて。暗記？はい。うん、1分間、うん、徳島県出身の芸能人を暗記していただいて、うん、どれぐらい回答できるかという、何人答えることができるかという、そうですという企画でございます。なるほど、確かに言われてみたらそない分からんかも。そうですか、うん。まあ、ちなみに、うん、ちょっともう参考がね、僕今、はいはいはい、ウィキペディアを見てたんで。ウィキペディアね、はい、はい、ウィキペディアを見て、うん、暗記していただきまして、はい、どれぐらい答えれるかという。僕もね、あんま暗記力がええ方かと言われたらそうでもないんですけど、はい、まあ、徳島県民としてね、やっぱすごい方たちの名前を並べるというのをやってみたいので、はい、早速挑戦しましょう。こんなの聞いてないよ。よーい、スタート。4 3 2 1。はい、終了でございます。うわ、早っ。もう終わり。はい、終わりました。いや、ちょっと1分早い。めちゃくちゃ早かったですね。もう見とれとった終わってもた。はい、僕も今、うん、タブレットで見てましたけど。はいはいはい、はい、全然わかんないですね。あ、マジっすか。覚えれなかったです。いや、結構早いよ、1分。はい、僕割といけるんちゃうかなと思ったけど、むずいね。ちなみに今パーって見てましたけど、はいはい、この中で小屋さん、あの、関わりがあるというか、お世話になってる方とかいるんですか？あ、それこそ、すごい最近ですけど、はい、スーシンチューというコミックバンドのね、あ、はい、ボーカルの安尾さんという方が徳島出身で、はい、動画も出ていただいたりとかしましたね。かな？あ、そうなんですか。はい、ちなみに、この中でビッグな方でお会いしたことある？ちょっと待ってください。はい、今、すごいから、すごい時の進み方しよるから。どういうことですか？僕、今、むちゃくちゃあの1分で見たものを整理しよるんですよ。はいはいはい、ちょっとその、なんか出ていくから、ちょっとやめて、飛ぶから全部。あ、今覚えとるところ。はい、用意スタート。通信中、北島康夫さん。チャットモンチ、橋本恵理子さん、福岡明子さん、アンジェラ明さん、米津玄師さん、僕同級生です、米津玄師さん、会ったことないけど、声優の豊崎明さん、慶音の人ですね。あと大杉蓮さん、まあ、ちょっと待って、もういらん話するし結構とんどんで、ザ・50回でダニーさん、相川翔さん、あ、山下理央さん、あと、あの人、丸岡泉さん、有村本さんの奥さんですね。うわ、ちょっとマッチマネージャーの話余計ほんま飛んだ。俺も全部覚えとったのに。ああ、もう最悪。絶対覚え、絶対嘘です。あ、富浦聡くん、
花より団子のね、あの牧野つくしの弟の子ですよ、声の高い。坂東英二。坂東英二。あ、大塚千尋さん。源澄香さん。ね。澄香さんお世話になってますから。あと、ジャンボ尾崎。ジャンボ尾崎、新崎人生。どうなん、もう僕は今の新崎人生で全て出し切りました。はい、終了ということで、はい。もう飛んだで、めっちゃ覚えたのに。ちなみにですけど、総括します。総括、はい。はい。もう言うたんじゃん。源澄香さん。はい。ジャンボ尾崎さん。はい。新崎人生さん、うん、このお三方に関しては、うん、スポーツ選手ですね。芸能人という括りと言われればではないですし、はい、その3名並べないでもらっていいですか。それはどういう意味合いで言うの。別に言えないですか、3人並べても。坂東英二さんは坂東英二さんはタレントに移行してるんで、タレントやるために玉放養った人ですからね、あの人。あ、そう、タレントするために無理して卵食べてます。ほんま卵焼き食べたいんだろうな、あの人。悔しい。めっちゃ出てこんな。びっくりした。雨も降ってきた。バタバタバタ言うとるわ。もうわからなすぎて雨も降ってきましたけど、これね、難しいもんで、いざ本番になったら出えへんのよ。この人もおるよってなってくるんやけどな。瀬戸内寂聴さん出んかったんやけん。分かっとんのに。これがね、テストのむずいとこ。学生たち頑張れよ。